はい、どうもショータイムゴルフです。今回はですね、太平洋クラブ成田コースに来ました。今回のゲストは俺か、野島貴弘です。はい、ね、今日は、はい、いい頑張りたいと思います。寒いんですけどね。だいぶ寒いですね。寒いですけど頑張っていきたいなと思います。はい、頑張ります。はい、367ヤード1番スプーンで、どこ？まっすぐ。まっすぐっす。ちょっと追えなかった。チョーす。翔太さんはドライバーっすね。マジで体回らないね。うん。超左。あるんじゃないですか？山になってるんで。136、9番。バージニアもっと寒いからね。こんなのクソだよね。バンカー。135。何番ですか？P、 9番ですよ。俺9番で思いっきりダフって、まあ、距離は横ぐらいですかね。前下がりの難しいライから、おお、ナイスナイスです。60、はい、2打目バンカーショット。ピンは、お、ショートさんのバーディーパット、上り6フィートぐらい。おお、ナイスバーディー、ナイスです。うまい。ナイスパー。今入ってなかったらやばかったですね。あ、ごめん。でかかった。189、5番。5番で、はい。逆光で見づらいですね。お、いい感じ。終えるかな。どこ行きました？俺のボールが右端に乗ってました。乗ってなくてすみません。よかった。逆光で全然わからん。お、いいじゃん。お、すげえ、ナイス。めちゃくちゃ下ってますね、これね。飛ばしすぎでしょ。早っ。ショートさんのバーディーパット、下り25フィートぐらいですかね。下り早いライン、フックラインですね。お、あ、惜しい。ナイスパーです。いや、うまいね。翔太さんのドライバーで354ヤードです。グリーン方向ですね。
狙い通りですか。狙い通り。あ、狙い通りなんですか。こっち狙ってんのかなと思ったらグリーン方向狙ってたんですね。やばくね。大丈夫。落ちてきた。危ない。50 130 50。あ、大きいね。ちなみにショートさんはいつも通り、10分ぐらい前にティータイム来て、この棒みたいの左右10回振ってウォームアップ完了らしいです。何やろっすか。104.56 ピン方向いいんじゃないですか。ナイスです。あ、これパター。ありがとう。さっき言ったんですけど、あの、一旦10分前に来て、あの棒みたいなのを10回振って、ウォームアップするとこすっごいなって。やっぱ学ばなきゃいけないなって。学ばなくていいよ、あれは。いつもですもんね、そういうことね。だいたいティータイム10分前か5分前ぐらいに来ました。そうね、そう。俺なんかちゃんと、なんか30分前来て練習してたの。あんま球打ってもあんま変わんないんじゃないかなと思って。冬寒いからどっちにしろ体回らないですもんね。そう。何度？56で。56。鼻でワンバウンスさせて。おー。ワンクッションね。おぉ。ワンクッションした？ワンクッションした？いや、ワンクッションギリギリしました。ああ、低すぎた。ちょっとでかかったね。ショートさんのバーディートライ。下りのスライスラインですね。これめっちゃ速いと思います、これ。お、結構速いですよね。ラスト2ホールはしぶといパーパットを決めてきましたが、これはちょっときついっすね。でもだいぶ長いっすもん。 OK。 ラインはしょうがないっすね。あんなブロッシュしたブロッシュ。ショートさんはハイブリッドで、このホールめっちゃ簡単じゃんとか言ってました。やばい。え、やばいんですかこれ。ちょい右。大丈夫ですよね。冬なのに2番アイアンなんですか。いや、ハイブリッドないんすか。すげえな。あ、マットちげえわ。スポンサー伊藤くん。うん、いいんじゃない。伊藤さんにパターももらいました。ああ。足バンカーの左に見せたけど、バンカーからフェードの予定だった。あ、そうなの。それがだいぶプッシュして、まあ、いいんすよフェアウェイで。ショートさんのボール、こ
この木がだいぶ邪魔っすね。ピンがこの方向なんで。何ヤードっすか？142。何番っすか？はい、8。低めですか？あ、カット。むずいっす。ライもあんま良くないっすよね、それ。それは何打法っすか、ちなみに。タイガー打法っすか？序盤からタイガー打法出ちゃった。おお、あ、ちょっとでかい。うわー、うまかったのに。めっちゃうまかったっすね。見た目はタイガーでした。スイングの寒いのとカットするので、ちょっともっと飛ばないかなと思ったんだけど、普通に飛んだ。普通に8番アイアンぐらい飛んだ。137の P。 これはね、グリーン2段なんでね、同じ段に乗せておきたいですね。お、筋ってるよ。うまい、ナイス。翔太さん、ピンはそこでこんなオーバーしました。もう40ヤードぐらい飛んでますね。40は持ったか。でも40ぐらい。あ、めちゃくちゃ打ちにくいな。下りの結構タイトっすね、ライが。タイトだけど濡れてるみたいな。ダフりそうだね。めっちゃダフりそう。下りの速いライン。うわ、ダフった。あ、でも、でも距離ちょうど良くないですか？あ、俺のボールに当たる。当たった。え、遠ざかっちゃったじゃん。え、遠ざかって止まったじゃないですか今。助かってますよ今の、絶対。ショートさんのパーパット、下りフックラインですね。5フィート、5フィートぐらい、6フィートぐらいかな。お、めっちゃガイドした今。ガイド、めっちゃガイドしてた。これも下りのフック 1.5 メートルですね。竹内照樹風ですね。これはまあカップ外さないと入らないですね。これは結構曲がります。あ、うまい、ナイスバーディー。ありがとうございます。いいなと思ったら、LIKE ボタンを。また見たいなと思ったら、チャンネル登録ボタンお願いします。お願いします。